もこれペンポーです。ポーです。ジョーです。はい、今回はね、ちょっとね、最新のね、来年に向けてのクラブの情報がちょいちょいもう出てる時期なんで、うん、まあちょっと出てきた情報を動画で、うん、まあ、お伝えして、絶対興味あるからね、うん、クラブ好きな人には。うん、キャロウェイですから、うん、もうここにもありますからね、うん、去年の2019年のモデルだね、エピックフラッシュ、うん、でその18年モデルかローグ、うん、じゃあ次何なんだっていう、うん、でもね知ってる人はね分かってるけど、あれ何て読むんだっていうのは、うん、マーベリックなのかな、でこの情報が出てくるのが、まあ、あの USGA というかね、ドライバーの適合リスト、うん、に新しく、まあ、適合しましたよっていう、ね、最新のドライバーとしてとか、あとマイゴルフスパイとか、うん、まあ、他にも SNS 等でもう先に画像がね、うん、出回ったりとか、これは毎回クラブが出るときはこういう感じで、ね、そうそうそう、去年も、うん、まあ、テイラーとかだったら12月の、5日か6日ぐらいにもう M5 と M6 の、画像が出回ってて、だけどその時にはリストにもまだ載ってなかったよ。だからそういうことがあるから結構情報収集して時点で、うん、今年はねテイラーちょっと遅いっていうか、うん、まあ大体いつもこの12月に入ったらキャロウェイテイラーはまあ出てくると、うん、情報がね、でまあキャロウェイがまず出てきて、まあ、白黒写真というかね、うん、まずその適合リストの載ってた場合がね、でその後にね画像色付きも出たんだけど、うん、オレンジらしいよ。あまあさエピックとエピックフラッシュの緑か、そうね、これは黄色っぽいのも入ったけど、うんうん、で今度はオレンジ、ザンダーシャウフェルプレジデンツカップ、うん、この前、までやってたやつ、うん、でもう使ってたと、あーマーベリックのサブゼロ、うん、その新しいクラブが出るときってこっそり使ってるっていうのはよくあるよね、うん、テストを、まあ、してたのかな、うん、練習とかで。ドライバーはねヘッドがね2種類、うん、このサブゼロね、マーベリックのサブゼロと普通のレギュラーの、そうそう、まあ、レギュラーのモデルで、まあね、うん、毎年のようにね日本仕様というかスターが出たりとかするかもしれない、するかもしれない、基本的に日本仕様のスターっていうのはカチャカチャをなくして、そう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 、クラブ全体を軽くしてっていう感じだよね、うん、意味合い的にはね一匹狼とかなんかそういう意味らしいよ、なんかゴーグからさ、そうそうそう、ちょっとこう不良っぽい感じが出てきたねこれもね何だったっけ、ならずもの、ならずものとかね、うん、だからあとまあその設計上的にもローグに近くて、ペリメーターじゃなかったりとか、うん、じゃあこれはローグの後継になるのかな、な流れ的にはそんな感じだよね、うん、でフェアウェイウッドも出てて、サブゼロと、まあ、ノーマルのやつだね、うん、レギュラーと、あともう一つねマックスっていうのがあった、えでかいの分からんけど、マックス、マックス、マックスだけは3番ウッドしかね今リストに載ってないよ、ね、うん、多分3プラスでもね 13.5 とかだと思うから、あマックス、まあ、ちょっと優しめのやつなのかもしれないし、うん、でフェアウェイウッドはエピックフラッシュはカチャカチャ付きだったね、うん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 、サブゼロとかは、うん、だけどローグはカチャカチャ付いてない、あでマーヴェリックもカチャカチャ付いてない、だからもう本当ちょっとローグ寄りなのかなっていうの、うん、であと一番まあ大事なのがもちろん、まあカーボンのクラウンだったり、あとはまあ日本の柱、うん、ジェルブレイクだったり、これはもうそのままってことだね、そうだけどフェイスがちょっと違くて、まあ、これからフラッシュフェイスだったけど、うん、フラッシュフェイス SS20 だったかな、 SS20 って素材のこと、多分素材だと思う、こういう情報すぐ出てマーヴェリックの意味調べて、うん、SS20 って何よって言って、まあ、調べて、うん、まあなんかこんな素材かもしれないんだけど、フェアウェイウッドにエピックフラッシュの時からもフラッシュフェイスもなってたけど、このマーヴェリックのフェアウェイウッドもフラッシュフェイスの SS20 だから、ドライバーとフェアウェイウッドどっちももうその同じ素材的な感じフェースになってて、もうそれもね AI がまた頑張ったんじゃないですかね、なるほどね、うん、まあスリーブは互換性はもうありな感じだね、あるよね、見た感じ同じだよね、絶対あるね、うん、
それがいいんだよ。あのモデルチェンジした時に今までのスリーブがコロッと変わってしまうとさ、うんうん、持ってるシャフトが使えないとかなるから結構大事だよね、ここは。もう動画も出てたね、もうオレンジのやつで、もうビッグフラッシュの時もだったけど、まあ、そういうなんか、うん、宣伝のこう動画とかで条件に反する飛距離とか、あなんかまあ言ってたけど、まあだから今ドライバーとフェアウェイウッドがまあ出ているよね。まあさらにスーパーハイブリッドとか今出てるからね。スーパーハイブリッドもオレンジだよね。うん、あじゃあもうちょっと引いてたんじゃないですか、そこら辺の癖を。もう分からんけど、まああとはそのローグ系だとしたら、この君の好きなドローがあるかもしれないし、あ後にね。でもまだ今 USG のあれには乗ってるでしょ。こっちのね、ビッグフラッシュはね、泥にする意味はないから、あのこれがあるから。そうそう、そうなのよ。ローグの光景だとしたら、ドローが出てほしいとこだね。うん。ね、友が使ってるローグ、ドローがもうフェイスがアウトっていうことで。うん。へこんだんですよ。CT 違うもうアウトだよ、絶対。あれはね、でもあれ通常仕様でへこんだわけだから。まあね。俺のドライバーだから。まあ、エピックフラッシュはね、これ、まあ、LD だけど、まあ、LD も、まあ、まあ、話的に言っとくと、ローグの時は出なかったのね。まあ、出るとか言っといて。うんうん、で、まあ、XR16 の LD も有名で、まあ、これもね、LD、本当出ない。2年ぐらいもあったんだよね。うん。多分、まあ、これは LD、まあ、出ても出なくても、あまりこちらとは関係ないっていう。うん、実際、エピックフラッシュの LD っていうのは日本の柱ないし。ああ、そうか。そうだね。そういえばないね。ないし、まあ、カチャカチャはもちろんついてて、で、あのエピックフラッシュのペリメーターもないから、ああ、別物だね。でもこれもカーボンじゃないのかな、うん、だからカーボンのほらこのクラウンでもないから、うん、本当 LD としてはもう別物として持っとけばいいと思うし、うん、ローグの後継だとしたら僕が期待したいのは、まあエピックシリーズよりかは安く出てくれるんじゃないかなっていう期待があるの、うんうん、その代わりこっちがそんなに安くならないっていうのがあるのかもしれない。ローグがかなり良かったんで、うん、エピックフラッシュと比べてもそんなに差がないし、まあでもペリメーターがないとかっていう部分もあったりするけど、本当にシンプルだし、だからまさ音も違うわけじゃん、うん、だからこのマーヴェリックもどうなるかっていうのもあるけど、これはね、ほんとね、僕は隠れた免疫だと思って、だって僕らが2人持ってるから、そうね、ローグ、ドローとローグの、まあ、レギュラーというか、ノーマルタイプでしょう。で、こんだけ知らしてきて、うん、買ったのがこれっていうのは、そう。多分、まあ、評価高いよね、プレフォー的にはね。素直にこのドローのヘッドだけでもいいから、買って使ってほしいなって思うよ。うん、ないよ、なかなかこの、捕まってロースピンっていうヘッドっていうのを探すのって難しいんだよ。道具を今使ってる人はこっちに変えるっていうのもありなのかもしれない。うん、あのちょうど使ってたけどフェイスがへこんだとかね、偶然。そういう人はいいタイミングかもしれない。うん、そう、うん。それか逆に、マーヴェリックが出て、道具が若干まだ下がってくれるかな。もう底値かな、今。うん、今2万ちょい、ローグはもう結構安いんだって、うん、ただこのエピックフラッシュはやっぱまだ高いし、うん、その前の普通のエピック、うん、2017年のモデルとこのローグは変わってないから、うん、値段がそこまで、ああそういうことっていうのもたまにあったりするから、まあでもね、プレフォーはね、キャロウェイが好きなのかな、うん、1、2、3、4個ぐらいあるけどドラコン表も合わせて、うん、あのね、数値がいいんだよね、なんか、うんうん、あとね、プレフォー的にはヘッドカバーもね、オレンジのヘッドカバーになるんじゃない、ね、これ多分発売というか、発表会が多分1月中にあって、うん、で、まあ、1ヶ月前ぐらいには試打とか、まあそれ以外の情報とかもたくさん出るから、実際ね、試打ができたら試打もするし、本当楽しみだよ。うん、楽しみ。もう今後もね、テイラーの、多分のも出てくると思うし、ドライバーとか M7M8 なのか分からんけどまあ他にもあの出てくるだろうから、ということで、まあ、あのマーヴェリックね、買う、時期はいつかは分からないけど、ほぼほぼ5割以上の確率で買うだろうなっていう、うん、もう値段の問題です、ね、まあ、出たては買わないけど、半年後とか1年後肩落ちした時に買うだろうっていう、宝くじは買ってあるので
うん、宝くじ当たったら多分もうキャディバッグから全部買えると思う。オッケー、うん、はい、ということでした。はい、はい、ありがとうございます。